色紙を使って桜の花のお祝いのメッセージを作りましょう。色紙に直接書くのがなかなか難しいという場合は、B4 または A3 サイズの紙を縦に使って、色紙の枠の中にぴったりと入るように印刷をします。色紙の金色の枠の中にぴったりと入るように切り取ったら、周りにスティック糊をまんべんなくつけます。色紙の角にぴったりと当て、ずれないように気をつけながら、しっかりと貼り付けます。桜の花と花びらは半紙を4分の1に切って作ります。縦長に折ったものを型紙に挟んでホッチキスで留めて切るときれいに切れます。型紙は説明欄からダウンロードしたものを縮小してお使いください。型紙は外して半紙だけを使います。インクを薄めたスプレーを2色用意します。インクは100円ショップで売っている補充用プリンターインクのマゼンタとマゼンタとイエローを混ぜたものを用意しました。まず、いらない紙の上に桜の花びらを置いて、スプレーの色の出具合を確かめます。いい感じにできるようになったら、本番用の色紙の上に桜の花や花びらを並べていきます。この時、空いているところだけではなく、文字にも少しかかるように置いていきましょう。スプレーは文字のないところが濃くなるように吹きつけましょう。色紙の外側の遠いところから中に向かって吹きつけるといいです。花や花びらを外すと白い形が浮き上がるので、その上からもう一度軽く違う色をスプレーしておきます。金色の絵の具でおしべを描いていきます。反対側を描くときにはくるりと回して描きましょう。メタリックのボールペンなどを使っても構いません。その上から型紙に使って色のついた花をバランスを見ながら貼っていきます。真ん中だけ糊をつけて貼ると花びらの端が持ち上がって立体感が出ます。おしべは金色の水引きを結んで作ります。結び目を残して1センチほどに切ったものを5本と、結び目だけのもの1個で1セットです。花の中心に木工用ボンドをつけて貼っていきます。ボンドが透明になるまでしっかり乾かせば出来上がりです。斜めから見るとこんな風に浮き上がって見えます。華やかな色紙額に入れて送るといいでしょう。